版画家の作品発表。動物、水、新たなテーマ、素材に挑戦。共生とシンボル。水と共に生き暮らす動物。切っても切れない関係は姿形を形成する大きな要因です。その動物の持つイメージは力、知恵、自由、欲望など様々なシンボルとして言い伝えられてきました。人の願いが込められ見立てられた解釈はどれも未来を見ているように感じます。見る角度によってキラキラ光るその表情にも注目です。新たな動物テーマに挑戦した作品約20点を発表いたします。ぜひ会場で実作をご覧ください。個展北島雄介木版モノタイプ展共生とシンボル2023年7月28日から8月6日ギャラリーフェイストゥーフェイス東京西荻窪駅から徒歩2分入場無料です。